大分市に残る数々の歴史や文化は、大分市に豊後の国の国府が置かれ、大分県の政治、経済、文化の中心となった奈良時代から始まります。今回のイーヤン大分は、現在大分市歴史資料館で開催中のテーマ展示、大分市の歴史図鑑をご紹介します。地図や表などを使い、図鑑のように奈良時代から明治時代に至るおよそ1200年間の大分市の歴史を、時代に沿った5つのテーマにまとめた大分市の歴史図鑑。第1章では、豊後の国にまつわる最も古い資料である豊後の国風土記などを通じて、奈良時代の大分市の様子を紹介しています。今回のテーマ展示にはもう一つテーマがあるんですよね。はい、より多くの人に歴史に親しんでいただけるように、教科書に出てくる誰もが一度は耳にしたことがあるような有名な人物と大分市とのつながりが分かるような資料を展示しております。例えばどんなものがあるんですか？ここからは第2章となるのですが、鎌倉時代の書状などを展示しております。特に今回この章で注目していただきたいのが、この大友氏とのゆかりがあるとされる源頼朝の書状となっております。実は戦国時代、大友氏は源頼朝の末裔とされてきました。その証としてこの書状を手に入れたとされています。源頼朝の書状は全国で30通ほどしか確認されておらず、とても貴重な一枚となっております。それはこの機会にぜひ見ておきたいですね。はい、続く第3章では、室町時代から安土桃山時代を、第4章では江戸時代の様子を、織田信長や豊臣秀吉、ザビエルといった人物にゆかりのある資料をもとに紹介しています。中には豊臣秀吉から与えられた陣羽織や踏み絵などがあり、見応えたっぷりです。さて、第5章は滝廉太郎ですね。どんな展示なんですか？はい、まず見ていただきたいのが、こちらの滝廉太郎が実際に使用していたとされるこのメガネとなっております。わー、すごい。もう滝廉太郎といえばっていうシンボル的な存在ですよね。そうですね。滝廉太郎は結核で亡くなったため、多くの遺品をお母様が燃やされてしまったんですね。このやって遺品が残っていること自体がとても珍しいものなんです。そしてあちらは楽譜ですか？はい、こちら滝廉太郎の直筆の楽譜となっております。滝廉太郎の最高傑作の一つ、花の原譜といわれる花盛り。万年筆で丁寧に書かれた直筆の楽譜には、滝廉太郎のサインが入っています。綺麗な字ですね。滝廉太郎の性格が伺えるような貴重な一枚となっております。実は高田さんが大分市歴史資料館の学芸員としてテーマ展示に携わったのは今回が初めて。どんな思いで準備を進めてきたのでしょうか？大分市にはこんな歴史があるんだと、たくさんの人に思っていただけるような展示になるよう努めました。図鑑を見るようにワクワクしながらこの展示を楽しんでいただけたらなと思っております。大分市歴史資料館テーマ展示、大分市の歴史図鑑は3月28日までの開催です。皆さんのお越しをお待ちしています。